なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人を倒してくれる。ならあの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。あれは味方の。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。ミカサ、無事か？あの巨人は？なんだ、飛行士か？とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ？あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。頼む。はい、分かったぜ。生きられるのは勝者だけ。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。邪魔しないで。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。分かったぜ。生きられるのは勝者だけ。分かったぜ。助かったぞ、アカマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。分かった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。味方が苦戦している。行かないと。狙う。援護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。助かったぜ、ミカサ。エレンとアルミンは無事か？エレンは。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。うっとうしい巨人どもで、私たちに壁を登らせない気か。次、
助かったよ。蹴散らして。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。分かった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。カッサバイク生きられるのは勝者。巨人が。クリスタ、なぜここに。カッサバイク邪魔しないで。味方が苦戦している。行かないと。兵器、なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど。さあ使って。救援要請か。助けに行かねえと。このままじゃ壁上に引けねえ。くそ、巨人どもが邪魔しやがる。蹴散らして。落とした。おう、助かったぞ。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった。せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。蹴散らして。生きられるのは勝者。狙う。クリスタを探しに来たの。巨人に会うとはついてないな。まだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。感謝する。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。されるっ。
撤退する。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。助けてもらうだと？そんな夢みたいな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。
本部にたどり着けるぞ。巨人強い。お前らあの巨人についてどこまで知っている？助かってからでいいだろ。そんなこと。そうだ、まずは助かってからだ。ダメだ、巨人が多すぎる。巨人を援護するか。正気かよ、巨人を助けるだと。おい、何を助けるって。ミカサ、早く逃げないと。あの巨人、あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンがやったって